どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA のクレジットカードまとめということで2023年版やっていきたいなと思います。ということで、2022年にですね、三井住友カードを発行している ANA ビザマスターカードですね、マイペースリボのね、ポイント増額の廃止であったり、ウェブ明細の年会費の割引の廃止、またね、旅行保険自動付帯から利用付帯ね、変更になったりと、結構ね、解約が一気にね、発表されましたよね。まあこれに伴ってですね、国際ブランドの変更ね、検討している方もね、多いかななんていうふうに思いますので、今回ですね、まあ年会費であったり、その他特典とかね、まあこういったのをね、まとめて解説ね、していきたいなと思いますので、これからね、切り替え、発行検討されている方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それでは早速ね、内容に入っていきたいなと思います。私の方でね、ちょっと要点をね、まとめた表をね、作らせていただきました。まずね、一般カードからなんですけども、赤字になっている部分が本会員の年会費。こちら、マイペースリボであったり、JCB であれば、スマリボ。こちらの、年会費の割引をね、入れた額っていう風になっております。で、上の赤い部分が本会員の年会費。で、下の部分が本会員と家族カードを合計したね、年会費の合計っていった形になります。これは、先ほど言ったね、リボ払いの割引を込みでね、入れている金額っていう風になります。ANA ビザマスターの場合はですね、マイペースリボの登録と、リボ払いの手数料のあるね、支払いを年に1回でもすれば、この割引はね、受けられるっていった形になります。で、JCB の場合はですね、非常に簡単で、スマリボに登録していただいて、1回使えばね、割引は受けられるっていう風になっておりますんで、まあ、どちらもですね、手数料ね、ほぼかからないんでね、利用することができるっていう風になっておりますんで、この割引自体はですね、もしね、発行しているのであればね、利用していただければなと思います。どちらもですね、やり方に関してはね、動画ね、出しておりますので、まあ概要欄にね、載せておきますので、ぜひね、参考にしていただければなと思います。もしね、JCB のカードでメインカードでない方はですね、このスマリモの年会費の割引っていうのは非常に簡単になっておりますので、ぜひね、試していただければなと思います。またね、この年会費の割引っていうのは、基本的には2年目以降っていう風になりますんで、この点もね、注意してください。でANA アメックスクレジットカードの一般カードがね、あると思うんですけども、こちらね、一般カードの部類には入ってくるわけなんですけども、ANA アメックスの一般カードに関しては、初年度から年会費がかかってくるっていう風になります。またね、ポイントを ANA 周りにね、移行する際もですね、年間6600円と高額になっておりますので、この点はね、注意してください。まあ、年会費はね、高いんですけども、アメックスということで、空港のラウンジがね、1名同伴無料で利用できたりですね、手荷物宅配などでですね、特典も受けることができるんですけども、まあ、アメックスということで、年会費はね、高額っていった形になります。で、一般カードのね、ANA ビザマスター JCB に関してなんですけども、還元率に関しては 0.5% から 1% ということで、幅があるね、感じで記載させていただいているんですけども、こちらね、手数料無料で利用したい場合は、還元率がね、0.5% 還元っていう風になるんですよね。で、手数料があるっていう感じになると、1% のね、還元率っていう風になりまして、このね、移行手数料なんですけども、年間6600円かかるんですよね。結構高額になりますよね。ですので、まあ、無料でね、利用されたい方は 0.5% 還元で済むんですけども、1% のね、還元率に上げたい、100円で1マイル貯めたいっていう方は、移行手数料がですね、6600円年間かかってくるんですよね。で、旅行保険の部分をね、見ていただきたいんですけども、一応ね、自動付帯って記載させていただいてます。で、自動付帯はね、まあ、嘘ではないんですけども、保証内容はですね、かなりね、少ない感じになっておりまして、こちらね、保険のあらましなんですけども、こんな感じになっておりまして、一般学生会員はですね、障害による死亡とかね、後遺症障害に関しては、こちらね、一応自動付帯で付帯しているんですけども、疾病障害によるね、費用とかは、一切ないんですよね。一応ね、自動付帯で、保証はあるんですけども、怪我とか病気とかになった時にね、保証はありませんので、まあ、この点はね、注意していただければなと思います。それでは次にゴールドカードなんですけども、ANA ビザマスターのクレジットカードはですね、2022年まではですね、還元率が最大 1.3% 還元、また旅行保険に関してもですね、自動付帯で、非常に人気のあったクレジットカードだったんですよね。またね、このリボ払いの増量分っていうのも、
ほぼね、手数料かからないで利用することができたので、利用されている方もね、非常に多かったと思うんですけども、残念ながらですね、昨年このリボ払いのね、ポイント増量っていうのは、廃止になりましたし、またね、旅行保険に関しても自動付帯から利用付帯にね、解約になったっていった形になるんですよね。で、今まではですね、そこまでって言ったらあれかもしれないんですけども、まあ、ちょっとね、人気が下目だったね、ANA-JCB カードがですね、還元率がね、このビザマスターが下がったことによって、この JCB ゴールドカードにですね、今ね、注目が集まってるっていった形になるんですよね。で、今ね、還元率っていうのは ANA ビザマスターカードは 1% 還元っていう風になりまして、 JCB カードだけ 1.075% 還元っていう風になります。で、還元率のね、この 1.075% っていうのは JCB カードにはスターメンバーっていうね、前年の利用額に応じてボーナスポイントがもらえますよっていう制度があるんですよね。これを考慮するとこの還元率になります。ですので、前年300万円を利用していただくとですね、スターメンバーのロイヤル A っていうのに、ね、なることができますので、このね 1.075% 還元が実現できるっていった形になるんですよね。またね、 JCB ゴールドのクレジットカードはですね、旅行保険がね、非常に強いんですよね。もちろん旅行保険はね、自動付帯っていう風になっておりますし、またね、家族特約までね、ついておりますので、旅行保険に関しては JCB はね、かなり強いっていった形になるんですよね。今ね、ゴールドカードの中で一番ね、人気になってきているのは、この JCB ゴールドカードがね、人気になっているのではないのかなと思います。それでは次に ANA アメックスゴールドクレジットカードですね。このゴールドカードの中で、この ANA アメックスゴールドっていうのは、ズバ抜けて年会費が高くて、34,100円するんですよね。年会費高いですよね。ですけども、券面はね、個人的にはね、一番かっこいい券面ではないのかなというふうに思うんですよね。で、このね、ANA アメックスゴールドの一番のメリットは何なのかっていうと、ANA アメックスゴールドはですね、新規入会キャンペーンがとにかく強いんですよね。ですので、発行される方もね、結構いらっしゃるんですよね。私もね、以前ね、キャンペーン目当てでね、発行した経験もありますし、一度にね、10万マイル以上ね、稼ぐこともできるっていう風になっておりますので、まあ今もね、ANA アメックスゴールドね、キャンペーンやっておりますので、まあ基本的にはですね、この ANA アメックスゴールドっていうのは、新規入会キャンペーン目当てでね、発見する方がね、結構多いかなと思います。このね、キャンペーン内容については、こちらの動画ね、見ていただければ、詳細ね、解説しておりますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。またね、ANA アメックスゴールドっていうのは、ANA のね、航空券購入する際にですね、非常に強くてですね、100円で3マイルが貯まるんですよね。これね、非常に強いメリットっていう風になっておりまして、まあこちらの表にね、出てると思うんですけども、ANA のね、航空券購入する際は、100円で3マイル。このね、還元率っていうのは、本当にね、プラチナカード級にね、還元率が高いね、クレジットカードっていう風になってるんですよね。まあ ANA のね、航空券購入する際に限定にはなるんですけども、100円で3マイルがね、貯まるっていう風になりますんで、毎年ね、ANA のステータス防衛とかね、そういったことをね、されている方に関しては、この ANA アメックスゴールドっていうのはかなりね、おすすめっていった形になります。またね、昨年 ANA アメックスゴールドはですね、プライオリティパスもね、対象になりました。まあ年間ね、2回までしか利用することができないんですけども、まあ今まではね、利用することができなかったので、これはね、かなり大きいですよね。羽田空港の ANA ラウンジは2月1日からね、ちょっと利用できなくなってしまうんですけども、成田のね、ANA ラウンジに関しては、まあ現時点ではですね、混雑してなければですね、まあ利用することができるっていう風になりますんで、これはやっぱりね、大きい一つの特典になりますよね。また、それ以外にもですね、ANA アメックスゴールドはですね、ポイントの有効期限がないんですよね。ですので、じっくり貯めて、たくさんのマイルを ANA マイルで使いたいっていう方はですね、かなりね、おすすめのカードっていった形になります。それでは次にスーパーフライヤーズカードの一般カードとゴールドカードですね。ここはね、一番保有されている方がね、多いかななんていうふうに思うんですけども、この ANA のね、スーパーフライヤーズカードっていうこの特典は、クレジットカードに付随するね、特典っていうふうになっておりますんで、SFC を維持するにはですね、どれかね、持っている必要があるんですよね。ですので、解約するわけにはいかないっていった形になりまして、またね、このスーパーフライヤーズカードっていうのは、家族カードにもね、付けることができて、特にね、修行もいらずにですね、家族カードね、発行したら、そのカードも、スーパーフライヤーズ会員のね、特典が利用することができるっていうふうになるんですよね。このね、スーパーフライヤーズカードっていうのは、まあ、家族カードを発行するかどうか、
人によってですね、利用方法が異なるっていう風になりますんで、まあ、おすすめっていうのはね、非常に難しいんですよね。まあ、私はですね、一般カードの SFC の JCB カードをね、保有させていただいているわけなんですけども、私に関してはですね、家族カードは発行してないんですよね。妻がね、一人で旅行するっていうことは、まあ、ほとんどないので、スーパーフライズカードをね、発行する、家族カード発行する意味がね、あんまりないので、私だけね、発行しておりまして、またね、海外旅行保険に関しても、現在ですね、他のカードもね、結構保有しているので、まあ、一般カードにしているっていう風になるわけなんですけども、まあ、来年以降はですね、昨年までね、アベプラを持っていたので、まあ、一般カードにしてたんですけども、今ね、もう解約してしまったので、まあ、来年、あ、今年か、今年になると思うんですけども、まあ、ゴールドカードに上げて、またね、スマリボの割引を受けてですね、11,500円でね、利用していこうかな、なんていう風に思っております。このね、ANA JCB の一般カードと、ゴールドカードの年会費の差っていうのは本当に少なくて、一般カードは9900円っていう風になるわけなんですけども、ゴールドカードはね、11500円っていう風になりますんで、このね、スマリボの割引を入れるとね、そんなに変わんないんですよね。ですので、まあ、これでね、自動付帯の、旅行保険がね、利用できる、またね、家族特約まで利用できるのであればですね、まあ、こっちがいいのかななんていう風に思っているんですけども、まあ、こういったのもですね、家族カードを発行するかしないかでですね、金額が変わってくるっていう風になりますんで、まあ、ご利用されるね、家族構成なんかでですね、年会費を検討していただいて、まあ、利用していただくのがね、いいのかななんていう風に思います。またね、こちらの表にはですね、ANA アメックスゴールドね、入れておりませんけども、ANA アメックスゴールドもスーパーフライヤーズ会員に、ね、なることができます。まあ、特にね、無印と変更点がないので、ちょっと表には入れなかったんですけども、ANA アメックスゴールドのスーパーフライヤーズカードのね、一番のね、メリットっていうのは、アメックスの場合はね、家族カードがね、非常に柔軟に発行することができるんですよね。これはアメックスならではなんですけども、まあ、結婚されてない一緒に住んでいる方に家族カード発行したいみたいな。まあ、そういった場合にはですね、アメックスのね、家族カードっていうのは非常にね、柔軟に発行することができますので、まあ、これでね、一緒に住んでいる方もね、スーパーフライズにね、できたりもいたしますので、まあ、こういった点ではですね、ANA アメックスゴールドがね、非常に優れているのではないのかなと思います。それでは次にですね、クレジットカード全体でね、ちょっと話していくんですけども、空港のラウンジについてですね、一般カードはですね、先ほども言ったと思うんですけども、アメックスに関しては、一般カードでも同伴1名までね、空港のラウンジが利用することができます。それ以外の一般カードに関しては、空港のね、ラウンジが利用することができません。で、ゴールドカードに関しては、空港のラウンジね、基本的にはカードラウンジがね、利用することができるっていった形になります。で、JCB のゴールドカードに関しては、空港のラウンジもね、カードラウンジ利用することができるんですけども、ラウンジキーっていうね、提携のラウンジもね、利用することができます。こちらね、都度料金になっておりますので、1回ね、都度で32ドルね、かかってくるわけなんですけども、こちらね、利用することができるサービスがね、付帯しております。で、プラチナプレミアムカードね、ビザと JCB だけ表に入れさせていただいたんですけども、まあ、前回の動画でね、こちらで詳しくやりましたので、まあ、詳細はね、こちら見ていただければなと思うんですけども、このプラチナプレミアムカードになると、カードラウンジもね、もちろん利用することができるっていう風になります。で、それ以外にもですね、ANA の国内線のラウンジ、こちらも利用することができるんですよね。これはね、プラチナプレミアムカードのね、独自の特典なんですけども、まあ、修行なしでね、国内線の ANA ラウンジはね、入ることができるっていう風になりますんで、まあ、お酒とね、おつまみ程度はですね、無料でね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらね、大きい特典っていう風になります。で、このプラチナプレミアムカードはですね、これ以外にも、プライオリティパスもね、付帯しております。先ほど紹介したね、ANA アメックスゴールドもね、年間2回まで利用することができるんですけども、ANA のね、ゴールドカード、一般カードに関しては、このプライオリティパスっていうのはですね、ANA アメックスゴールド以外はね、付帯しておりませんので、まあ、ここら辺もね、判断材料の一つになってくるかな、なんていうふうに思うんですけども、ANA アメックスゴールドね、このプライオリティパスがね、年間2回までになりますけども、使えるっていうのはね、非常に強い特典ですよね。プラチナプレミアムカードのね、プライオリティパスに関しては、プレステージ会員っていうふうになりますんで、年間ね、何回でも利用することができるっていった形になります。ということで、ANA のね、クレジットカードまとめということで、今回ね、動画やらせていただいたんですけども、年会費に関してはですね、本当にね、
ANA のクレジットカードっていうのは家族構成だから、まあ家族カードを発行するかしないかとかね、メインカードにするかしないかとか、まあこういったのでね、変わってくるので、ちょっと年会費の話はねそこまでさせていただかなかったんですけども、まあ参考にしていただいて発行していただければなっていうところですかね。私みたいにですね、メインカードにしない、まあ私はねメインカードはマリオットアメックスになってますんで、ANA のねクレジットカードを発行したからといって、まあメインカードにしませんので、まあ、持ってるだけなんですよね。ですのでつまり物のね割引を受けてね維持すると年間ね 11,500円でね利用することができて、またね旅行保険もね自動付帯で利用することができて、家族登記額とかもね利用することができますので、まあこういった方はですね JCB のねゴールドカードがねいいんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、このスマリボのね割引に関してもメインカードにねされるっていう方は繰上げ返済がね結構頻繁に必要になってきますので、そうなってくるとね ANA ビザマスターゴールドカードの方はね、あの当月リボ払いで手数料ね無料だったりしますんで楽なのかななんとかね、まあこういったのもありますので、まあちょっとねどれをおすすめっていうのはねちょっと難しい部分なんですけども、まあ今回の表ね参考にしていただいて ANA のカードね発行してみていただければなと思います。ということで今回のはねこんな感じで終わりたいなと思います。もしね質問とかねそういったのがありましたらね気軽にねコメントいただければなと思います。まあ私のね分かる範囲で答えさせていただきますので、ぜひね気軽にしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。